2021年世界フィギュアスケート選手権は2021年3月22日から3月28日までスウェーデンのストックホルムで開催されたフィギュアスケートの国際競技大会2020から2021年シーズン開催の世界フィギュアスケート選手権で今回で通算111回目となる大会ではシニアクラスの男女シングルペア アイスダンス種目が実施される。本大会で2022年北京オリンピックのフィギュアスケート競技及び2022世界選手権の出場枠が決定する。なお、今大会は新型コロナウイルス感染症対策のためバブル、無観客開催が実施される。ロシア選手はロシアフィギュアスケート連盟の略称 FSR の旗の下で出場し、 ロシア選手優勝の表彰式では国家の代わりにチャイコフスキーのピアノ競争曲第1番が流された。前回大会の結果を受け、本大会において複数出場枠が与えられた国は以下の通りである。出場のために最低技術点が設定されており、当該シーズンと前シーズンの ISU の主催、公認する大会でショートプログラムとフリースケーティングの両方で、 クリアしていなければ出場ができない。今大会においてはパンデミックの影響により2020から2021シーズンにミニマムスコア獲得可能な国際大会の開催が少なかったことなどが考慮されミニマムスコアの有効期限を3シーズンに延長2018から2019シーズンのスコアでも有効とされた2020から2021シーズンに シニアに移行したジュニア選手の場合、この3シーズンの間に国際ジュニア競技会で得たミニマムスコアが有効。ミニマムスコアを持っていない選手がいる国は、その選手のプログラムのビデオを送付して、バーチャル評価でミニマムスコアをクリアすれば参加資格が得られるなどの措置も取られた。ビデオ評価によって得られたミニマムスコアは2021年世界選手権のみに有効。 男子シングル女子、シングルペアアイスダンス、ありがとうございます。